ブレイブスの球団公式 X が更新され、かつてチームに所属したドジャースのフレディ・フリーマン内野手に心温まる計らいをした。球団公式 X は部分のデレク・シラー球団社長とブライアン・スニッカー監督が、フリーマンの三男マキシマス君の名前でフリーマンに、キラン・バレー症候群の患者を支援する団体への寄付を贈呈したことを報告。マキシマス君は7月末に、キラン・バレー症候群を発症。一時、麻痺が足から肩まで広がり、呼吸器もつけなければいけない状態だったという。フリーマンも約10日間チームを離れ、家族に寄り添った。フリーマンはチームを離れても愛されてる。泣けてくるいい話。この子は強くなってほしい。本当に心から良かった。フリーマンは今でもアトランタの英雄なんやね。ブレイブスにとってもフリーマン選手の功績が大きかったんだね。アメリカって、こういうの好き。しかし、CEO すげえでかいな。フリーマン196あるのに。本来ならフリーマンはブレイブス一筋のフランチャイズプレイヤーとしてキャリアを終える未来もあったと多くが考えていたと思う。フリーマンとファンも含めたブレイブスとの相思相愛の良好な関係は非常に心が和む。アトランタをワールドチャンピオンに導いたのもフリーマン、FA で去ってしまったが後に代理人の背任行為が発覚、本人はアトランタに残りたかった、それをファンも知ってる。長く所属してたのもそうだけど、フリーマンは人格者だから自然と寄付という形ができたんだと思う。MLB ファンというかアメリカ人のこういうとこいいね。やっぱ人柄が出る。大谷選手もそうだが、古巣を去っても、敵地に行っても好かれてみんなから愛情持たれているからね。フリーマンは、アトランタの英雄。ブレイブスが苦しい時も、優勝した時も、その実力と人柄でチームを引っ張って、誰からも愛された。このようなことを自然とできる雰囲気。人格者ということもあるけれど、包み隠さず表現できることが素晴らしい。リスペクト精神、素敵だ。